今日は京都の東福寺に来ました。京都の場所はここですね。東福寺は紅葉の名所で京都駅から一駅、寺の全域が国の重要文化財に指定されています。なので紅葉以外の季節でもぜひ来てくださいね。チケットは大人1000円、子供500円です。係員にチケットを見せて印鑑をしてもらいます。よろしく頼むぞ。一面の紅葉が赤色で綺麗ですね。この日は11月23日ですが、年によって紅葉の見頃は違います。それは紅葉が寒くならないと始まらないからです。紅葉を見に行きたい場合はネットでチェックしてから行きましょうね。一応11月上旬からが見頃と言われています。紅葉がとても綺麗なので、少し字幕を少なめで紅葉を見てみましょう。撮影スポットを見てみましょう。画面一面が紅葉ですね。この寺はとても広く、1000円以上の価値が間違いなくありますよ。散った紅葉も絨毯みたいで綺麗ですね。最後に寺の他のところも見てみましょう。この紅葉など寺の特別なところ以外は無料で見られますよ。紅葉のところは混んでいましたが、それ以外は空いています。皆さん紅葉が大好きですね。日本の伝統的な建物は木造建築です。
左側に見えてきた建物も木造建築ですね。チケットを買うと上まで登れるようです。木造なのに高いですね。ちなみに値段ですが、ここも大人1000円、子供500円します。観光にはお金がかかりますね。機会があれば上に登ってくださいね。きっと寺全体を見渡せますよ。この動画はそろそろ終わりです。他の寺の紅葉動画も作るので、ぜひ見てください。